お台場 TV、ワッチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間は、フライングしちゃダメだよ。お台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイ。さて、今週のメンバーは第13期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂と同じく松本ゆりかです。よし、ちゃんと言えたぜ。我慢した。2人がね、まだだねっていう空気が見えたので、今週もこんな風に元気な3人でお届けしますよ。はい、それでは、なあちゃん、本日のラインナップを元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介するシーサイドマルシェ、そしてお台場に関する質問を答えするこちらがお台場探偵局と続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティは佐々木優太さんがお送りいたします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日から公開の映画サボタージュと明日から公開の映画トワイライトササラサヤをご紹介いたします。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込みをなあちゃんどうぞ。はい、今日読むとこ多いのでちょっと頑張ります。ゆりかちゃん、今日読むとこ少ないので楽しく気持ちやってみます。それではそれではいかない指は、はい、お台場レインボーステーションスタートです。はい、体脂肪トークで後でしようね。体脂肪トーク。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第13期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂です。同じく松本ゆりかです。いよいよ、はい、いよいよ11月になってしまいました。今年もあと2ヶ月。早いね。どんどん年を取っていく感じが怖い怖いするけれども、怖い早すぎて怖い。去年の今の時期は何をしてたかというと、うん、まあ、ちょうど13期シーサイドイメージガールのオーディション中だったということで、ね、もう1年も経つだね。早いんだけど。早いね。ゆりかちゃん遠い目してたけど本当に思い出しちゃったみたいな。夢がのオーディションは動画でさ、こう公開して、うん、結構友達に見てみてって言った記憶が私なんかはあるんだけど、言ってないわ。2人は何でした？言わなかった。私空手。あ、何したってそういうこと？そうそういうこと、そういうこと、そういうことね。うん、私何もしてない。何もして特技は、なんかね、うん、私なんか話したんだけど、うん、なんか特技とか特にせずに頑張ります的な感じで、あ、なんか腕終わっちゃった。ういういしいね。そう、それでいいのって言われた記憶が撮ってるカメラマンの方にいいですって言ったもん。そう、いいですって言って終わった。そんな感じ。今ここにいるということはそうです、ね、バッチリ喋ったということね。どうなんだろうね。まあそのういういしさがね、逆に良かったのかもしれない。自分で言っちゃった。自分で言っちゃった。今となったようなこんな生意気な。生意気。先輩の髪の毛をさっとやるけど。さってやっちゃうの。ゆりかちゃんはせいやって。うん、やった。見た記憶ある私。本当。当時からゆりかちゃんのこと知ってたから。ね、もともとありがとうっていうか知ってたんでしょ。知りました。知ってたから。お互い見てくれたから。そういうことね。私はオーディションの日に写真の顔が違すぎて、なんかご本人ですかって言われたのは覚えてますね。やばいね、そんな違ったの、うん、違っ、まあ、ないと私は思ってるんだけど、まあ向こうから見たら違ったんだろうね。そう今年の14期今オーディション中の14期にもそういう子はいるんでしょうかということで、いるんでしょう。いるんじゃない。今ねホームページにね動画が上がってる真っ最中なので皆さんチェックしてみてください。 ね、それでは13期イメージガールも年末に向けてどんどん盛り上げていきましょう。はい、はい、それでは番組インフォメーションもなあちゃんよろしくお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-6457-1462、東京03-6457-1462へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局 WatchMeTV でもご覧になれます。
どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。そしてさらに iPhone 無料アプリチューインラジオでもこのラジオをお聞きいただくことができますので、 iPhone をお持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、なーちゃんありがとうございます。はい、ではここで1曲お届けします。ポジティブになれる1曲のテーマでゆりかちゃんに選曲してもらいました。曲紹介お願いします。はい、ゆいでラフアウェイ。ポジティブになれそうだね。確かに知ってる。うん、あるしね、タイトルもラフウィーでしょ。そうだよ、そう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 、知ってる知ってる、ライブで友達が言ってた。え、知らない、サビだったら知らないな、うん、ね。ちょっと待って、コメントであゆみオーディション写真に大島優子使ったのかよって書いてあって、あのちゃんと自分の写真貼りましたから。それはね、大島優子さすがにね。私オーディションでもモノマネしたんだよね。あ、そうなんだ。そう、なんかオール年齢に訴えかけられるように浅野敦子さんと、うん、クレヨンしんちゃんとディズニーのキャストさんっていうやばいなのやった。さすが、しんちゃん激似だもんね。ありがとう、うん、しんちゃんの時、ね、でもね、全部激似。あゆみね、すごい。なーちゃんの芦田愛菜ちゃんのモノマネも激似だよね。私ね、うん、やばいよ。見る、ちょっと、うん、見て、やってやって、今やって、今やって。なんて、あ、あとで、足田バタだよ。っていうな。いやー、これで本当に面白い、ね。クオリティの低いもの。いやでもなんか、ね、クオリティじゃない、いやなんか違う、クオリティとかじゃないものを持ってるからね。モノマネじゃないの。あの鼻の詰まったクソガキっていうあだ名がついてましたけど。なんか頭の中ではあの感じなんだよ、うん、あ、そう、分かる分かる。声出すとなんか違った、うん、イメージがね。そうそうそうゆりかちゃんは片上やったけど、うん、なんかその他に実はこんなことできるよみたいな。そうか、うん、え、ないこの感じでさ、空手をやるっていうのが。そうそうそう、道着とか着てった。着てない、着てない、うん、着てなかった。私服でやったのね、ワンピースだった。あ、おひとやかスタイルで、うん、でもあえてのギャップ狙いで、やる気なかったの、うん、けどスタッフの人が、うん、やっていいよみたいな感じ言われて、やっいいんですかみたいな。そうそう、なるほどね。なんかね、やらしてくれた、うん、意外と声バーンって出してたよね、動画、うん、出してたこと覚えてる、うんうん、ワンワンワンっていうのがね入ってた。なんかカメちゃんがエアタックやってたのを覚えて、やってた。握手するところからでしょ。てかエアタックよく覚えてるね。そう、見た見た。結構最初の方見たよ、みんなのやつを。あとあれもね、朝みんな、なんか変な縄跳び、めっちゃ面白い。まあみんないろんなことやってる。今振り返ってみるとさ、うん、こうキャラと合ってたり実は全然違ったりするから、ね、なんかそれ思う、そうそうそう、面白い、面白いよね、面白い。懐かしいものいいかもしれないね。アイミンはブレなそうだよ、一回り若い自分を、ね、うん、確かにね、絶対ブレてない。ちょっと変わりたいとは思ってるんだけどね。変われない自分がいるよね。変われない自分がいるよね。変わりたいと思ってないじゃん。面白かった。いやなんか寂しそうに言うなって。変わりたいと思ってないもんだって。はい、近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。11月8日、日本科学未来館で。サイエンスアゴラ関連イベント未来館の研究棟を探検しようが開催です。11月15日東京カルチャーカルチャーで地図クラブナイトが開催です。11月16日シンボルプロムナード公園で第19回全国スイーツマラソン in 東京が開催です。こちらの情報は産経新聞社発行のフリーペーパー東京シーサイドストーリーに載っています。東京シーサイドストーリーとは臨海線ゆりかもめ線の各駅に置いてあるので、ぜひお手に取ってご覧ください。はい、気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。さて続いてはこのコーナー、始まりましたシーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。今週も早速2人におすすめ商品を持ってきてもらっています。イエーイ、持ってきました。今回のテーマは自分だけの個性的アイテムで
声出してみた。個性出したね。ということで、なあちゃんはどんな個性を見せつけてくれるのかしら。はい、私はですね、うん、ちょっとどこに入れてる。今ももの下に入れてます。あったかくなっちゃってる。あったかい、あったかい。これはですね、ももの下から出したこれはですね、うん、何かと言いますと、はい、パステルカラーの蛍光ペンです。おお、普通のペンに見えるけど、普通のペンに見えるでしょ、うん、でもこれね、うん、私やっぱね、現役大学生ということで、うん、ちょっと文房具を進めてみようかなって思ったので、うん、なるほどね。このね、蛍光ペンでさ、結構さ眩しいっていうか、うん、ピッ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 引いてあるとさ、うん、ちょっとなんかうるさいってなっちゃうじゃん、見た目的にも。そこだけ目に入るみたいな。そうそう、まあ、まあでもなんだろう、まあ、それもさ、確かに大事なとこ引くから大事だと思うんだけど、うんうん、私は可愛さ重視してパステルカラーの蛍光ペンを愛用しているんです、うん、ちなみに今持ってきてるのはね、すごいラベンダーみたいな色の蛍光ペン、うん、薄紫ね、うん、見たことないかも。確かに、そう、薄紫私大好きなので、これはね、文房具屋で100円ぐらいで売ってます。安い。学生の皆さんに、いい、ね、勉強している皆さんに、もうすぐ受験、うん、え、うん、何、ごめんね、普通の蛍光ペンと変わんないなと思って。そう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 、全然値段はね変わんないの、同じで。いいわね。なのでこれでどんどんね、マーカーでライン引いちゃって、どんどん勉強してください、学生の皆さん。もうすぐ受験シーズンってね。そうですね、なあちゃんさっき言ってくれようとしたので、うん、そう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 、なあちゃんの台本の宮本ってところにも ね、そう、このペンで引いてあります。パープルの線が引いてありますので、はい、ぜひお勉強に役立ててください。頑張ってください。続いてゆりかちゃん。はい、私はこちら、ソニーのウォークマンです。おお、パッと見ね普通に見えるじゃん、うんうん、けど裏を見ると、あれ、これなんていうの、模様彫ってあるみたいなやつだよね。そう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 、うん、柄と花柄だね、名前も入ってるんです。M ゆりかって、本当だ本当だ本当だ、イニシャル、イニシャルじゃない、イニシャルじゃない、ちょっと違う、ね、ミュージシャルと名前そう、ソニーの、うん、なんていう、ストア限定でできる刻印サービスっていうのがあって、うん、多分お金かかるのもあるんだけど、うん、シリーズによってはタダでやってくれますみたいなのもあるから。あ、それはもう普通に電気屋さんで買うのと同じなのに、そう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 、名前とお花柄が入るってこと。そう、うわお、いいね、いいね、羨ましい。私も同じの持ってるけど、うんうん、え、これ、うん、あの、あ、そのソニーのウォークマンを持ってるんだけど、うん、こんな可愛くない。私もウォークマンだけど肌も白真っ黒。そうそう、だからすごいこれ見た時可愛いって思った。ね、欲しくなっちゃうよね、うん、こんなの友達が持ってたらね。そうそうそう、可愛い。というわけで、ゆりかちゃんにぴったりのピンク色のウォークマンを紹介してくれました。勉強するときにこう音楽聴きながらなんていうのもね、うん、覚え物以外はする。え、覚え物の時にするんですか。頭入ってきちゃう。いや、なんかね、めっちゃ書くとき、あ、いっぱい、あ、そう、ノート書き写すときは、うわーって書くときに、あの、聞きながら書く、書いてた。おー、なるほどね、それも個性なのかもしれないね。ね、覚える覚える覚える、笑いすぎ、覚える覚える。というわけで、本日のシーサイドマルシェは自分だけの個性的アイテムをご紹介しました。はい、次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー。始まりました、こちらがお台場探偵局。このコーナーではお台場についてのふとした疑問など、お台場に関する基本的な質問や、お台場のデートコースなど、ちょっぴりラブな質問をリスナーのあなたから募集し、イメージガールが調べてお答えします。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネームみさきーなさんからです。イメージガールの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は今年の夏、オクトーバーフェストに行くためにお台場に遊びに行きました。遊ぶ場所もたくさんあってすごく楽しかったです。そこで冬も遊びに行こうと思ってます。やっぱりイルミネーションが見たいのですが、イメージガールの皆さんのおすすめするイルミネーションの場所を教えていただけたら嬉しいです。ご回答よろしくお願いします、ということで、まあ、イルミネーション ね、いろんな場所で点灯してるけれども ね、お台場にももちろんありますよ、ということで、この質問にゆりかちゃん、はい、お答えお願いします。お答えしますよ。いっぱいあって、うん、ヴィーナスフォート、うん、デックス東京、うん、どこだっけ、ダイバーシティ、そうあるんだけど、うん、私がね気になったのはデックス東京ビーチにある、うん、なんかね今年初の試みで、うん、アジア初の
プロジェクションマッピングを使用したトンネル、うん、しかも透明なの、透過性のトンネルだから、別に中に入んなくても外からもそれを見ることができるみたいな。なるほど。じゃあ表からと裏からでなんか、ね、逆の絵が見えるみたいな感じがね。なんか季節をずっと2014年の11月13日から数年やってるからみたいなんだけど、クリスマスに限らないとか。そうそうそう、でもその季節ごとでバージョンが違う、うん、映像とかが楽しいね。そうそうそうっていうのがあるの。あとね、うん、そこにはね、うん、あのねちょっとごめんなさい、うん、ダイバーメモリアルツリーっていうねツリーがあって、うんうん、その周りを22万球の光が包んでいる。22万球包んでいる包まれている木が包まれて、私たちは包まれられない。20万、22万球、22万球数字で聞くとすごいな、うん、ねえ、うん、相当だよ相当。1時間に2回曲が流れて、うん、その時7色にも変化するらしい。素敵。じゃあそのタイミング狙ってさ、うん、なんか5分前とかに行って話してたら、うん、あ始まったってなるのね。いいちょっとロマンチックじゃない？それ狙ってね。いいね。デートしたいなちゃんと。うん、え嫌がられた。嫌がられちゃった。というわけで、にさきいなさんもぜひ誰かとイルミネーション見に行ってください。参考になりましたか？このコーナーではお台場に関する質問を募集しています。ぜひ質問をくださいね。お待ちしています。さて、フリーパーソナリティのコーナーです。今週は佐々木優太さんがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで一曲お聴きください。バックナンバーで、始まり始まり。
お台場レインボーステーションお聞きの皆様、はじめまして、私佐々木優太と申します。今日は突然このコーナーにお邪魔させていただいたんですけれども、シンガーソングライターをさせていただいております。兵庫県の加古川市というところ、から、上京してきまして、今年で10年経ったところでございます。最近はですね、歌の活動もまあまあさせていただいてるんですけれども、それ以外にも神社文化研究家として全国の神社を回ってですね、そして現地の方々からお話をお伺いしたりとか、あとはそうですね、神職の方から話を聞いたりなんかして、聞いたことを見た景色なんかをですね、皆さんにお届けするトークライブなんかもさせていただいております。今日は短い時間ですけれども、お付き合いいただければ嬉しいです。で、今ラジオを聞いていただいている方もですね、 Twitter、 あとは Facebook、 Mixi、 このアカウントをお持ちの方であれば、メッセージということでツイートしながらですね、僕とコミュニケーションを取っていただけるようなので、ぜひお聞きの皆さんはですね、今言った3つのアカウントをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひメッセージいただければと思います。それでは短い間ですけれども、お付き合いください。1曲目紹介させていただきます。僕の曲で聴いてください。涙を拭いて。あー、そこそこそこ、うん、で、メッセージがまだ来てないですけど、聞いてる人いる？ちょっと全然来てないですけどね。今あれなんですよね、ラジオの方では曲が流れているけれども、ユーストリーム見ていただいてる方は僕の声が聞こえてるはずなんですけれど、あ、ちょっとタイムラグがあるからね。ね、全然送ってきていただいていいですよ。これ他の方が出たらあれですかね、それぞれのファンの方がメッセージとか来るんです。佐々木優太、今のところ自分のファンが一人もいないというね、ちょっと緊急事態でございます。なんか桜とか用意しといてやん、そういう時はね。え、地元ではね、結構ねワイワイなってるんですけど、ちょっと地元の方からも、連絡が来てないということでございますけれども、昨日ね、ちょうど僕は地元で生放送させていただいてたんですけれども、それ終わりで、ね、もう生放送終わって、まあプライベートなんでね、普段着になってリラックスした気持ちになるじゃないですか。でも髪の毛もボサボサやし、そのまんまこう、やっぱ関西ですからお好み焼き屋行ったわけですよ。マネージャーとね、スポンサーの方たちとラジオ終わりにね、行ったわけですよ。でも結構普段着ボロボロなんですけどね。そしたらお好み焼き屋のお兄ちゃんが、佐々木優太さんですかって声かけて来てくださいましてね、すごく嬉しかったんですけれど、まあ多分今その方バイト中ですかね。電波はね、全国ネットですから届いてるはずなんですけども、多分今バイトをしてるんでしょう。お好み焼きを焼いてるんでしょうね。それ以外にもね、あとは駅前でしたがね、で、女子高生が声をかけてきてくださいまして、もしかして白いシャツ、ジーパン、下駄、佐々木優太さんですかってね、地元の駅でね、声かけられて、ああ、もう、僕もやっぱり地元ではちょっとずつ活動してきた甲斐があるんやなと、あったんやなと思ったんですけど、多分受験勉強中ですかね、彼女は。大学はね、そう簡単には入れないですから。あとは勉強しながらやから、音でね、ラジオで聞いてるんでしょうね。ラジオはあれなんですよね、今歌がさらっと流れてるんですもんね。あとはなんかあったっけな。そうですね、あとはありましたね、おじちゃんが、僕はスポンサーしていただいてるお肉屋さんが出したお祭りのブースでですね、ちょっと手伝いしてたら、おじちゃんがですね、声で気づいてくださいまして、お兄ちゃん佐々木優太なんじゃないのかって言われてね、あ、そうですって言って、こう結構盛り上がってたんですけど、多分SNS やってないでしょうね、おじちゃんはね。音で楽しんでいただいてると思いますけれども、
ね、僕のね歌とかトークライブに来てくださる方はだいたい35歳以上の男性なんですよ。まあ SNS をやっているカテゴリーの方たちじゃないんでまだちょっと来てないですけど、それにしてもあれですか、佐々木優太さんこんにちはということで、これマネージャーやないかこれは。アカウント赤やろそういうことしたら佐々木優太さんやって、なれないよさよさしいわ、ゆうたくんでええのに。あとはともさん、とも福さんね、さっきの3人にはメッセージあるのに僕にはないのね、声もちっちゃなるわ。さあお聴きいただいたのは私の曲で涙を拭いてという曲でした。あの今発売してるアルバムの1曲目に入ってるんですけれども、この曲高校生の時に作った曲で、今歌えって言われるとすごく恥ずかしいんでね、絶対ライブとかでは歌わないんですけれども、僕の歌あのアルバム後で聴いていただく機会があったらあれですけど、ちょっと暗いっていうね噂が立ち込めてましたんで、会社の人たちがせめてということで1曲目これぶっこんだという曲でございました。それでは、改めましてお台場レインボーステーションお聞きの皆様よろしくお願いします。でね、今日突然来てでもシャッと帰ってしまうんでね、この短い間に佐々木優太を知っていただこうということでこのコーナーを用意しました。題して一問一答スタートよろしくお願いします。夜も深まってまいりました、しんしんといきましょうね。はい、で僕がね自問自答していくと、目の前にこうパラパラっと紙が用意されてるんですけど、それをね1枚ずつ開けていってどんな、問題があるかと、でもそのね間髪入れずに答えていこうというコーナーでございます。丁寧に、ね、用意していただきまして、1枚目開けてみましょう。早速佐々木優太の特技はということでね書いてますけど、特技喋ることが一番好きですね僕は。特技と言えるどこのことかわからないですけど、あとはですねこう見えてって言ってどう見えてるかわかりませんけれども、歌と全然関係ないんですけど居合をやってまして、居合って言ってわかるかな、日本刀振り回すやつね語弊があるか、居合ちゃんとやってる人からクレームくるよねこういうことやったらね。日本刀をですね振って肩をするっていう武術武道がありますけれども、それさせていただいておりましてね、まあ特技っていうかね、これを極めてらっしゃる方たちからするともう本当にペーペーですけれども、まあ人にちょっとねやってない人には自慢できるかなと、あと海外の人に見ていただければ喜んでいただけるかなということで、特技居合をさせていただいております。さあ次行きましょうか。これ来た、一番好きな神社は。さっき言ったんですけど僕今神社をですね全国回ってまして、もう4年経ったんですよ、この前の10月が先月か先々月9月で、4年丸々経ったんですけれども、数えてみたら行った神社で3000社ぐらい多分超えてるんですよね。で行ったらねハンコをお願いするともらえるんですよ。ちょっとざっくり言うと御朱印って言って、最近流行りだしてるみたいですけども、その御朱印がもうすぐ2000超えるぐらいなんですよね。それぐらい神社回ってるんですけれども、それをねこうまあ仕事にさせていただいてるんですけど、そういうこと言うと大体聞かれるんですよね。2000社行ったりとか3000社行って一番好きな神社どこなんですかって言われるんですけども、まあ選びがたいんですけれども、まあ地元を紹介するという意味も込めまして、一つ紹介したいのが大志子神社。大志子神社まず読めないですよ。生まれるっていうね、小学生とかの生、生まれるっていう字に石って書いて大志子って読むんですよ。大志子神社何がすごいかって言ったら、まあ、階段がすごいんですよ。それはともかくイメージとしてはね、オーストラリアにエアーズロックってあるじゃないですか。あんなでかないよ。でも岩山があるんですけど、そこをね削ったところに神社が建ってるんですよ。で何がすごいかっていうと、御神体ってその神様が宿るってされてるところがあるんですけれども、拝むところにまあ建物がありますよね、神社って言われる。その奥にですね6メートル四方の立方体があるんですよ。それがね岩なんです。岩山から削り取った岩なんですよ。でもそれ誰が掘り出したのか、そして何のために掘り出されたのかっていうのが未だに分かってないんですよね。
だって昔の技術でそんな岩をね6メートル四方のあの立方体に削り出すっていうのは無理じゃないですか。でね、それがちょっと下にね水が張ってるんですよね。その水が水面がですね、あの足元を見ると反射して見えるんで、その立方体が浮いてるように見えるように細工して作られてるんですよ。そこがねやっぱり神社おすすめですって言ってね、どこ見ていいかなかなかわからないんですけれども、それはもう行ったら一発でわかりますんで、もうねこれはねおすすめです。兵庫県の高砂市っていうところにありまして、僕さっき出身が兵庫県の加古川市って言ったんですけど、そのすぐお隣ね、もう本当に市境にあるような神社ですけれども、おツイッター来てますね、聞いてるよ。さっき言ったようにね、男性です、佐々木優太のファンね、35歳以上の男性はほとんどなんですけど、バッチシ来てますね、ありがとうございます。木村さん、ありがとうございます。さあ次の紙めくってみましょう。一日でホッとするときはどんなとき。あのね、まあ、さっきあの美人が3人出てましたけど、こういう質問をああいう美人にするべきやと思うね。俺の一日で一番ホッとするとき聞きたないでしょうね。聞きたい。あんまりスタジオの中で目合う人がいないですけどね。目合う人も男性っていうね、ありがたいことです。一番ホッとする時ってないんですよね。なかなかね気が抜けないというか、でもあえて言うなら一番好きな時間はね、ギターの弦張り替えてる時間です。あの時間が何とも言えないですね。でホッとするっていうか、ギターってやっぱり常に弦張ってるものなんで、張り替える時に張り替える前にね全部剥がすんですよね、今張ってる弦を。そしたら裸のギターになるわけですけども、その時にやっぱりずっとギターも鉄の弦で引っ張られてる状態なんで、それを剥がすとギターもホッとしてるんじゃないのかなと思って僕もホッとする、その瞬間ですね。あとはまた居合の話やけど、その稽古終わったら刀をね磨きっていうか手入れしないと刀ってすぐダメになってしまうんですよね。時代劇でよくポン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 ってやってるやつ見たことあると思うんですけど、あれに似たような作業があるんですけどね、あれやってる時がね、やっぱ男の人って道具触ってる時が一番楽しいですからね。あとは僕ハーモニカ大好きなんですけど、ハーモニカ掃除してる時が一番好き、ホッとするっていうかね。それ以外なんかな、あとはお風呂入ってる時かな、ベタやけどね。じゃあ次行きましょう。次、影響を受けたアーティストは。僕ねこれ3人いるんですよ。もうほんと佐々木優太三大神様みたいなもんですけどね。一人は長渕剛さんですね。やっぱり長渕剛さんがハーモニカ吹いてギター弾いてなかったら、僕多分ハーモニカ吹きながらギターやってなかったと思うんですよね。すごく好き でその長渕さんっていうのがやっぱり吉田拓郎に影響されてるんですよね、ルーツ辿っていくと。で僕吉田拓郎が大好きなんですけど、なんで聴き始めたかっていうと、最初はね吉田拓郎じゃなかったんですよ。フォークソングを好きになるきっかけがあったんですけど、今報道ステーションってやってるじゃないですか。あれ昔ニュースステーションやったんですよね。久米さんが番組されてたんですけど、中学生の時テレビ見てたら、久米さんと井上陽水が東京の街を炎天下の中歩きながら対談するっていうコーナーがあったんですよ。それで日比谷公園に到着して、ね、腰掛けて、ね、そのセミがじんじん鳴いてるところで久米さんと井上陽水が対マンで向き合って、で井上陽水が歌うっていうコーナーがあったんですけど、その時に井上陽水が歌ったのが傘がないやったんですよね。で当時グレーとかラルクアンシエルが流行ってる時やったんですけど、その歌詞に衝撃を受けて、都会では自殺する若者が増えているとかね、そういう単語を聞いたこともなかったんで、こんなん歌っていいのかと思ってね、衝撃を受けて、さらにそのこういうのが許された時代、許されたって言ったらおかしいな、こういうのがまあ求められたっていうか、生まれる背景があった時代があったんやなっていう、そういう衝撃も受けましたし、それで音楽に傾倒するきっかけになったんですよね。だから影響を受けたまず井上陽水で、井上陽水借りに行ったらやっぱり同じコーナーにね、フォークソングのコーナーに吉田拓郎がいてですね、それで吉田拓郎を聴くようになったと。
で影響を受けたのはこの3人、井上陽水と吉田拓郎と、あとは長渕剛。あの友福さんはあのさっきまでめっちゃつぶやいてるのに急にこういうようになったけど、今あの休憩中かな、お風呂行ったかな。お風呂ね。あのまあラジオを聴きの皆さん何のこっちゃわからないと思うんですけど、冒頭に言ったようにあのツイッターとフェイスブック、ミクシーされてる方、アカウント入ってね、アカウントで入ってもらったらつぶやきできるんで、あ、しおりんさんという方が今来ていただきましたね。いつもありがとうございます。やっと女性のファンが来ました。皆さんあのスタート遅いですね。ありがとうございます。もう番組終わるで、早しような、次、あなたに挑戦したいことは、あなたに挑戦したいことはね、もうこれただ一つ、僕バンドですね。ずっとね、友達がいないんでバンドを起こすきっかけがなくて、ずっと一人でやってきたんですよ。シンガーソングライター、ミュージシャンとしてね。でたまにバックバンドの人たちに入ってもらうことは何回かあったんですけど、まあ後で言いますけど、アコースティック一回こうやりたいところまでやらせてもらったんで、次のアルバムもし作る機会があったら、ぜひバンドサウンドで全て突き詰めたいなと思ってるんですよ。だから新たに挑戦したいことってやっぱり音楽ですよね。やっぱ作り手とかミュージシャンってアコースティックとかね、弾き語りって住み分けをしてやってるんですけれども、アコースティックイコール弾き語り、弾き語りイコールアコースティックってこうどっかで思われてるところがあるんで、そういうところをね、こう縫いながら聴く人にアプローチしていきたいなと思っております。さあ最後の神ですけれども、神社の豆知識を教えてください。これ最後に来るってすごいタイミングですよね。これね、神社の豆知識いろいろあるんですけれども、これをライブで僕はね言ってるんでね、ぜひそこに皆さんに来ていただきたいんですけれども、その報告を交えながらそろそろお別れの時間でございます。早いね、もうずっと喋ってたらね、今多分あの周波数合わせてくださった方は僕がミュージシャンと思ってないでしょうね。あのこんな喋り方ですから、というところで、11月19日に今神社の豆知識を教えてくださいと言っていただいたんですけれども、トークライブをやります。歌のライブではございません。3時間僕が喋りきるというライブで、今年3回やらせていただいてるんですけれども、4回目神社のことについて語らせていただきます。佐々木優太の知ってそうで知らない神社の知識ボリューム4ということで、今回はですね、御朱印をテーマに、やっていきたいと思っております。11月19日新宿ネイキッドロフトというところでさせていただきます。18時半オープン、19時半スタートです。今あの御朱印が流行ってるんですけれども、神社ってそもそも何なのか、お寺との違いを知りたいとかね、で御朱印ってそもそも何なのか、スタンプラリーと何が違うのか、どうやったらいいのかっていうことを突き詰めていきたいと思っております。ローソンでチケット買えます。 L コード言いますね。33641、33641です。これあのローソン入っていただいて ATM に似た機械があるんで、入れていただいたら佐々木優太のチケットですかと機械が聞いてきますんで、はいって押していただいたら、来なくてもいいのでチケットは買えますんでね、よろしくお願いします。そしてその11月19日の次の日、20日なんですけれども、僕はあの今神社専門誌で記事を書かせていただいてるんですけれども、それとは別にですね、やっと音楽について語らせていただけるコラムの仕事が来まして、このコラムを連載させていただくことが決まったんですけれども、新しい雑誌なんですよ。創刊される雑誌で、第1号からコラムを書かせていただくことになりました。これ全国誌、クリックラップという雑誌なんですけれども、全国誌です、クリックラップ。今言ったですね、トークライブ聞き忘れた、詳細聞き忘れた、あ、ごめんなさい、トークライブね。で、クリックラップ、どういう字書くのとかね、どういう本やったっけっていうのは全部佐々木優太、今日はこれだけ覚えて、もらえたらなと思うんですけれども、3文字の普通の佐々木にですね、優しいに太いと書きまして、佐々木優太と、呼びます。これ検索していただきますと、スタッフマネージャーが管理してますツイッター、フェイスブック出てきますんで、全てそちらに、載ってますんで、チェックしてください。あとはですね、今言った神社の、専門誌も、そちらで予約もできますし、あとは新しいやつがですね、12月、発売の予定ですので、その詳細も、見てください。よろしくお願いします。
さあ最後になりましたらですね、こちら佐々木優太が8月20日にやっと上京して苦節10年泥水をすするどころか泥水に浸かりながら、頑張ってきたんですけれども、やっと全国発売させていただく CD が出ました。もう近くの CD 屋さん行ってですね、言っていただいたら絶対届きますんで、ぜひ聴いていただけたらなと思います。さっき言った1曲目に流れた曲、そしてこの後最後に流れる曲もございます、入ってますんでね、ぜひ聴いていただければなと思います。僕が全国旅してですね、神社巡りながら現地の人たち、いろんな人たちから話を聞いて作った曲も入っております。まずは佐々木、3文字の佐々木、普通の佐々木に優しいに太いと書きました佐々木優太、ぜひ検索していただいてですね、フォローしてください。 Twitter、Facebook、スタッフマネージャーが管理してますものがございますので、ぜひこの番組終わって Twitter のフォロワー増えてへんかったら本気で泣くよ。はい、ということで、短い時間でございましたけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。本当にありがとうございました。それではお別れに一曲、この CD に入ってます旅先で作った曲聴いてください。領主ということで、今日のお相手佐々木優太がさせていただきました。どうも皆さんありがとうございました。バイバイ。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週は私宮本七穂がご紹介いたします。はい、よろしくお願いします。はい、今週紹介する映画は本日から公開のサボタージュと明日から公開のトワイライトささらさやです。皆さん突然ですがサボタージュという言葉の意味は知っていますか。ゆりかちゃん知ってる？知らないよちょっとねコンポタージュ的 な, なんか美味しい飲み物かなサボテンのせいかも。全然全然違う全然違くて、サボタージュとは英語で破壊や妨害という意味を持つ単語なのです。激しいね。そして今週ご紹介する1本目のタイトルがそんな意味を持つ映画サボタージュ。気になるストーリーはと言いますと、主人公は麻薬取締役のジョン・ウォートン。アメリカ国内外での取締りにおいて幾多の功績を挙げ、破壊屋の名を持つ伝説の捜査官。ジョンが隊長を務める特殊部隊には凄腕で荒くれ揃いの部下8人が所属し、向かうところ敵なしの最強チームでした。そんなジョンたちはある日麻薬カルテルのアジトから1000万ドルの札束をかすめ取り、チーム内で密かに山分けをする完全犯罪を遂行する計画を立てます。チームは激しい銃撃戦の末に敵を抑圧し、作戦は全て思惑通りに完了したと思われました。ところが退却時に回収するはずだった1000万ドルが忽然と消失し、その不正行為を疑われたジョンは麻薬取締局での地位と信頼を失ってしまいます。半年後、事務局に追いやられていたジョンの処分がようやく解かれ、チームの指揮権を取り戻した頃、次々とチームの部下が無残な形で殺されていってしまいます。この冷酷非情な手口の連続殺人がジョンのチームに恨みを抱く何者かの犯行だということは疑いようがありませんでした。果たしてチームの皆殺しを目論む猟奇殺人鬼は一体誰なのか。そして消えた1000万ドルの行方は。かつてターミネーターシリーズなどの大ヒット作で活躍し演技者として新たな境地を模索するスーパースターアーノルド・シュワルツェネガーと個性豊かなキャスト陣に加え、映画バッドタイム、エンド・オブ・ウォッチなどのデビッド・エア監督がお送りする濃密なアクション、サスペンス、ミステリーが合体した映画サボタージュは本日11月7日より東宝シネマズ、みゆき座ほか全国ロードショーです。はい、はい、そして2本目の紹介に入る前にまたまた皆さん突然ですが、幽霊は信じますか。はい、信じる。います。幽霊はいます。幽霊はいます。見たことある？ない。ないあ、でも霊感もないんです。ない。信じるの。そう、今週ご紹介する2本目の映画は幽霊とは少し違うのですが、亡くなった人がこちらの世界の様々な人間に乗り移ることをテーマとしたトワイライトささらさや。ストーリーの内容はと言いますと、突然の事故で夫の雄太郎を亡くし、生後間もない息子を抱えて途方に暮れるさやは、のどかだけれどどこか不思議な町ささらで暮らすことになります。人を疑うことすらできない頼りないさやが心配な雄太郎は成仏できずにさまよい、時に人の体に乗り移ってはさやを助けに現れます。さやはそんな雄太郎とささらの人々の優しさに支えられ、母親として強く成長していくのですが、一体どんな結末が待っているのでしょうか。今作で初めて母親役を演じる新垣結衣さんと、演技派俳優として不動の地位を確立した大泉洋さんが夫婦役で初共演を果たしました。さやにストレートな好意をぶつけるささら駅の弾けた駅員に中村葵さん、心を閉ざした息子を持つ母親役に福島リラさん、他にも小松政夫さん、石橋亮さん、鶴野武さん、藤澄子さん、波野久里子さん、藤田由美子さんとキャスト陣にはベテラン勢が揃っています。映画神様のカルテや60歳のラブレターの深川義弘監督による人生の浮き沈みを優しく見つめる繊細な演出は本作でも十分に生かされています。そしてまた今流れている曲はこの映画の主題歌で、トワイライトという小袋さんがこの映画のために書き下ろした曲なんだそうです。そんなところにも注目していただきたくて、
誰もが帰りたくなるような心のふるさとで繰り広げられる人と人とをつなぐ人情と絆、やがて訪れる本当の別れ、果たして最後に待ち受ける奇跡とは。切なくも温かい涙あふれる感動作をぜひ劇場でご覧ください。映画トワイライトささらさやは明日11月8日より新宿バルトナインほか全国ロードショーです。はい、ありがとうございます。見たいねこれ ね、この歌聞くだけだと今ジーンときちゃった。わかるわかる、うん、ちょうど映画を見に行った時にね、なんか突然だが私はもうこの世の人間ではないっていうやつから始まる。そうそうそう、ね、予告を見てね気になってたんだけど、ストーリーも知れたからジーンときちゃうストーリーです ね、これはきっと相まってねこの曲も、うん、いいところでかかってくるんだろうなっていう ね、ちょっと涙腺がねもうそうそうそうやばい、ね、弱めにかかってくる、ね、そうそうそう。さて番組もエンディングなんですが、はい、ここでもう一度インフォメーションをゆりかちゃんお願いします。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ゆりかちゃんありがとう、はい、ちょっとねコメントも届いてるんだけどね、はい、サボタージュはポタージュじゃなくて、うん、サボルナーのね語源なんだって。ゆりかサボルナーって日本語だとそうなんだよね。そうそうそ そうでもね英語だ、うん、そう日本語だと結構なんかサボるなんかちょっと、ね、授業をスケールみたいな、スケールも造語なのかな、初めて知った。でもなんか英語だと全然違う意味だった、うん、そうだね、そう破壊だったね今回知った、うん、そう破壊妨害英語の知識も、うん、日本語の知識も、うんちょっとね、さっき勉強しないだろって言われてたもんねコメントでちょっと頭に入れてね。はい、出ましたなあちゃんもさっきゆりかちゃんに英語教えてなかった、なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、リピートアフターミージャパニーズカルチャー、ジャパニーズカルチャー意味はないということずっと言ってたんだけどそうね、なあちゃんきっと英語できるからね、できそう、うん、できそう、でもねそんなできない。あ、そうなの、うできそうぶってる今ぶってる私はできる方にかけますので、うん、本当にじゃあ頑張るわ、ちょっとこれから年末に向けてあの英語の勉強も頑張っていただいて今週のお台場レインボーステーションもお別れの時間が近づいてきました。本日のお相手は、ね、第13期シーサイドイメージガールの宮本奈々穂と同じく松本ゆりかとメインパーソナリティは服部あゆみでした。良い週末を、バイバーイ、バイバイ、はい、お台場 TV とワッチミ TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきますということで、はい、コメントにも来てたんだけど今日はホワイトシスターズでございます。そうなんです、やばいねこれさ打ち合わせ打ち合わせなしでねそう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 全員白ってなったよね。ねえ、びっくりした、なんかね、しかもなんか2人ちょっと似てるよね。そうなの、縦線なの、素材も似てるしさ、うん、ね、いい感じ、うん、疎外感、疎外感、ひどさっき抱いてたでしょ、抱いてたうちだけ似てない、小声で言ってるのね私は聞き逃さない、誰も突っ込んでくれないからねそんなことないよとか言ってたそんなだって素材はもう違うし、違うもんは違うからしょうがないかなって違うし生意気に育ちました、なあちゃんも育ちました、やばい、1年で生意気になりました。白を3人で着るっていうとさ結構季節だなっていう気がしてこない、うん、そうだね、しかもみんなこういう、うん、そう、セーターみたいなやつなんですよ、うん、なんかさ白って何でも合うから私これめっちゃ乱用してんの、わかるわかる、私もこれ今週3回ぐらい来た気がするそうそうそうちょっと余ってるけど多分ゆりかちゃんこれ多分もう 3,4 回見てると思う。あ、本当結構、ね、合ってるからね、そうなんちゃった、あとねあれそれこの間しかもお金ね休みやね、あ、そうなのね、プチプラで、うん、お買い物上手なところを見せてくれたなっちゃう、これ着てるのさ。というわけでセーターなど着て皆さんも寒さに負けないように、うん、これから今年を乗り切りましょう、まだ早いかな、ね、でもね、そうね、でもそろそろね、そうぐんと寒くなってくるので、うん、風邪をひかないように気をつけましょう、気をつけましょう、というわけで暖かくして寝ようね、うん、おやすみなさいで締めましょうか、はい、せーの、おやすみなさーい。